江崎勝久8月27日台は、日本の実業家、江崎グリコの社長、グリコ創業者、江崎リーチの孫、弟の江崎正道は江崎グリコグループの、グリコ栄養食品会長、兵庫県神戸市に、父江崎誠一、母、吉江の長男として誕生した。灘高校を経て、1964年3月、神戸大学経営学部卒業。 祖父、江崎ー一が長年にわたり講師ともに信仰があった、松下幸之助が率いる松下電気産業に入社。1966年、江崎グリコに入社。1972年11月、取締役秘書室長就任。1973年11月、代表取締役副社長就任。1982年4月、 グリコ栄養食品取締役就任。1982年6月、グリコ共同入業、代表取締役会長就任。1982年6月当社、代表取締役社長就任。2009年7月、大阪日米協会会長。2013年4月、朝日中受賞受賞。名田中学、名田高等学校同窓会会長も務める。 学生時代にはあまり勉強しなかった。神戸大では、裏ベ飛びゼミに所属。当時、裏ベ飛びは売り出し中で、ゼミは月1回か2回くらい休校だった。当時は、ああまた休校やというようなことだった。神戸大学について、江崎によれば、神戸大学はあまり役所に入る人は少ないようですけども、私は神戸大学にとって非常に良いことだと思うんですね。 神戸大学の一つの特色じゃないかと思うんです。もちろん勉強も大事ですが、そういう意味ではなおさら、もっともっと学生の間に、実際の企業で起こっている、ケーススタディのようなものを勉強する機会があれば、良いのではないでしょうか。という、1984年のグリコ、森長事件では3月18日に、自宅で誘拐され、身の白金として、現金10億円と、 金塊1 0 0ラムを要求される。現金10億円は日本国内限定の身代金としては過去最高金額と言われている。事件3日後の3月21日に監禁場所から自力で抜け出し大阪貨物ターミナル駅構内で保護された。その後も6月26日まで犯人からのり越への脅迫に悩まされることになる。自身の誘拐事件については 犯人が検挙されず、1994年に時効が成立した。グリコ・森永事件のすべての事件も2000年までに時効が成立し、事件は結局未解決となった。このグリコ・森永事件の発生から30周年に、当たる2014年、怪人28号なる人物名を名乗る男から、江崎宛てに、あれから30年、お金も作いてきたなどと書かれた。 脅迫状が送りつけられ、5000万円を要求する事件があった。男は、恐喝未遂で2014年11月30日に逮捕されたが、グリコモリ長事件との直接の関連については、低いとされている。祖父、江崎リーありがとうございます。